あそこも白いのであんなところまで行きよる。ああ、あそこの左の上にもね。そうなんや、うん、結構ね、あれがこういうなるよね、余計なるよね。まあでもね、このお、ヘリコプター来ましたね。ヘリコプターがですね、またやってきました。あ、本当はこれでマークだね。あ、こっちにするマークだね。ヘリコプターありがとう、うん、ヘリコプターありがとう、応援してます。もうヘリコプターしかもう手がないからね、もう上空から行かない、うん、道がないところだからね、うん、道がないとこだから。今度はこっちが本格的になったね、左側が。ああ、ちょっとあの煙が濃くなってきましたね。こっちが今度は本格的。ちょっと。だからあっち側はよくこう、ま、あの海水を巻いとるよね、こっち側。はいはいはい。だいぶあの、こっち側が、うん、右側がね、ちょっとこう、うん、と沈下っぽくなってきましたね、右側がね。ちょっと、うん、まあちょっとだけだけど。で左が盛んになったね。左がちょっとまだね収まってない、うん、まあ大方右を中心に今までねあれまきよったけど、ちょうどですねこの今のこの火事のところがですね、呉市からはあの煙はよく見えてるはずなんですよね。ちょっと山と山のこう間の山で火事になってる状況で、まあ、ちょっと江田島市民我々もですね、あのこの火事の模様がですねちょっとこう近くまで車で近づいてきたというようなことがあります。私はあの大垣町の人の瀬というところへ住んでまして、江田島市の中心なんですけど、だいぶですね江田島市のここは南部の方になるんですね、南の方になりますので、私の住んどるですね新戸山の展望台に最初は母と上がったんですけども、そこからだとちょっと距離がありすぎてですね、まあ、ちょっとあの撮影は難しいということで、大垣町深江にありますですね沖ノ島の手前のあたりから、今撮影させていただいている状況でございます。でも母親あれですね、右の方はもう温泉地の煙がちょっとこう出おるような感じで、すごい小さくなりましたね。小さくなったね、白くなったね、うん、煙がね。だからあとはこの左側の今度は左の方へもう思い移っとるね、これ左側のなんか黒っぽい煙のところがですねまだ炎症がちゃんとできてないような感じですね、うん。でまあ、あの先ほどですねヘリコプターが2機いたんですけども、ただいまあのおそらくですね給油するのに戻ってるんじゃないかと思われますね。あ、またバタバタ音が、あ、バタバタと音が遠くからしております。はい、ただいま江田島市の大垣町深江沖ノ島近くに来ております。ここから撮影してこちら打棒山の一部なんですけども延焼中でございます。ただいまヘリコプターがですね、飛んでおりまして消火活動してくれております。アップにしてみましょう。
炎は見えないんですけども、煙の量がですね、まあ、ちょっと多くなっているような状況で、先ほどですね、私がここ撮影に着いた時にはヘリコプターが2機がですね、海水のようなものをですねこう投下してたんですけども、ちょっとヘリコプターがですねなかなか給油か何かでね来なくなって、その間に、また煙がですねちょっとこっちの山の手前の方までちょっとこう広がりつつあるような状況、そのように私には見えております。こっちの手前側にはですね下の方に民家もございますので、ちょっと心配ですね。こちらですね、下の方に民家もあります。まあ、こんな下まではね来ないとは思ってるんですけども、早く消えてほしいですね。こちらのですね、下の方にはですね、皆さん見ていただくと知ってる方がいるかもしれませんが、大きなねあの大仏さんがね いるんですね。はい、これがね、何これ珍百景にですねちょっと前に出た、有名な大仏さんで、はい、大仏さんがですね見守ってくれておりますので、なんとかね鎮火してほしいと思います。大仏さんよろしくお願いします。これ以上ですね広がらないように、どうかお見守りください。昨日の夜はですね、燃えてる炎が見えましたが、今のところですね、まあ、炎までは見えませんが、どうもですね煙が出る範囲がですね少し広がっとるように見えているんですね。ヘリコプターからの海水投下をですねちょっと待っておる状況でございますね。ただいまですねヘリコプターが、音が聞こえるんですけども、こちらのですね大きな煙の場所じゃなくてですね、もっとあの打坊山の頂上寄りのですね左側のこう、ところからもですね小さな煙が出ておりまして、そちらの方にですねヘリコプターが、まあ、力を注いでいると、そのようなね状況もございます。ですのでヘリが何機もあるわけではないので、ポイントを絞ってですね消火活動しておると思われ、その結果ですねこちらの今ビデオでね撮影しておりますこちらの大きな煙の場所がですねだんだん煙が激しくなっているように私には見えております。それではですね、左側の、小さな煙の方ですねちょっと向けてみようかなと、まあ、位置関係なんですけども、これをちょっとこう望遠にしてですちょっと振ってみましょう。左ですねこっち電柱がちょうどねあってね見えにくいんですが、すごいね煙がねちょっと電線のとこ見えると思いますね。ここのところどうもね消火活動ね、ヘリがね行ってやってるようなんですね。ですので先ほどの大きな火事の方がまあ手薄になってしまうと、
まあ、これしか仕方がないんですけども、そういう状況に今陥っております。まあ、今ね、正月のね地震で能登の方、結構自衛隊のねヘリコプター、頑張ってると思うんでですね、そちらの方もやっぱり力がですねやっぱり必要ですから、今のこの江田島市の山火事ですね、なかなかヘリコプターの台数を増やすっていう難しいのかもしれません。煙の量がですねだん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 多くなってきているのが心配でございます。はい、今ですねこちらのビデオカメラをですね向けたところが、ちょっとこう新たにですね、燃え始めてるというか、煙がですね、山のですね こっちの手前の方まで、少し降りているというところですね。ここを早くちょっとこう海水を撒いていただきたいなとこう、まあ、願うんですけども、ちょっとね手前の方まで煙が降りてきてますので気になるところですね。この部分ですね、ちょうどここがちょっとまだ勢いが止まりませんね。先ほどね報道のヘリコプターがね RCC だと思われますね、上空に1台飛んでたんですが、まあそちらは消火活動はできませんのでね。なんか煙が多くなってきてるんですよ。 YouTube 載せられてるからですか。あ、そうです。あでしょうね。見せてもらいました。ありがとうございます。感動しました。お兄さんどちらから来られたんですか。実は僕は大久美小学校で、もう60なんですけどね、大久美小学校出身なんです。大古ですか。大久美。大久美。ああそりゃあ私は人の瀬小学校出身のものです。53です。よろしくお願いします。ちょっと気になって探しおったら夜撮られてました。そう夜ね、だから夜はね炎がよく出てたんですよ。だからだいぶマシにはなってると思うんですがね。そうですか。いや今向こうから来たんですけど、早瀬の方から煙がほとんどなかったんで見えんかったんで、あれは違うんですかね。あれも火事です。あれもだからね、あっちの左の分もねヘリコプターがたまにこう投下してな消そうとしてくれてるんですけど、まだあそこがね消えてないんですよ。あ、そうなんですか。
こっちの左へ要するに消そうとしてやってると今度はこっちの煙が多くなってるんです。だからヘリの数が結局少ないもんだから、あの全部を消すってことができないみたいですね。はい、ここからここまで燃えとったんですか。いやいや、そんなことはないでしょう。そうですね、こっちがメインでしょ。大きな火事はこっちだったんですよ。それがはっきりとはわからないんですけど。はい、いいですよ。でもあれ不思議ですよね。なんかあのこう点在、温泉地のように点在してるでしょ。4カ所くらいから煙が出てるので、だからそこが一番大きいのと、まだ燃えてるのもあると思うんですね。いいですよ。やっぱり2箇所ですね、今そことあそこと2箇所ですね、今燃えてるのが。そうですよね、うん、あの昔あの古高山の時は3日間ぐらい燃えましたからね。江田島の古高山が燃えたことあったでしょう。そう昔です。はい、だからね、あんなことにならなくちゃええがなぁ思って、あの時はもう山がもう山ハゲになりましたからね。はい、覚えてないですか。あ、ヘリコプターこっちからちょうど山手からこっちから来てますよ。そうですね。見たらね、やっぱ飛びよんじゃん。今ヘリコプターが消火活動頑張ってくれています。田島市の打防山が燃えています。消火活動ご苦労様です。こちら煙が出てるとこです。はい、投下しました。海水ですかね。投下しました。江田島市の打防山にヘリコプターが何機も集まっております。ありがとうございました。またお願いします。ご苦労様です。消火活動ありがとう。江田島を守ってくださる。ありがとう。感謝です。
い、また海水を汲みにおりました。